バーアンテナとは小型磁気ループアンテナの一種である。バーアンテナは日本独自の俗称でフェライトロットアンテナやループスティックアンテナと呼ばれる。超波用と中波受信用の2つの巻線を持つ AM ラジオのフェライトループスティックアンテナ。長さ約 10cm。フェライトアンテナは通常、ラジオ受信機の内部に封入されています。 フェライトなどの投磁率の高い棒状のコアに表面を絶縁被覆した電線を巻き付けたアンテナである。アンテナの内部を磁力線が通過することにより、電磁誘導による起電力を発生させる原理である。通常は巻き付けた電線をコイルとみなし、並列に接続したコンデンサと共振回路を形成して出力を取り出す。2回路以上の巻き線やタップを設け、 トランスとしての機能を兼ねることが多い。波長より小さいアンテナは、電磁波を集める効率が非常に低くアンテナの利得は、位置より、はるかに小さくなる。しかし、同一サイズの空振コイルと比べると、バーアンテナのコイルには、当時率倍の電流が有機されるため、磁場エネルギーを非常に効率よく集めることができる。正確には、ここでの当時率は、実行当時率であり、 コアのカタログに表示される初投時率の値より、はるかに小さく、初投時率が1000程度の場合でも、通常10から20程度の値になる。これは、コア内部に生じる半磁界の影響である。実行投時率は、コア形状から計算で得られるが、コイルを巻く位置や巻き方に大きく依存するため、実際の周波数で測定すべきものである。また、超波や、 中波の波長は極めて長いため、バーアンテナ金棒の電気製品などから複写されるノイズの影響を顕著に受けることになるが、アンテナを小型化することにより、これら近接上のノイズの影響を少なくすることができる。このように、バーアンテナは、その小ささゆえの利得の低さを高い当時率でカバーし、同時に金棒ノイズの影響を受けにくくすることにより、 高い SN 比を実現しているアンテナといえる。バーアンテナは8の字の指向性があり、コアと垂直な方向からの電波は受信しにくい。W1 回 BDD もによると、不平行な給電線への接続やアンテナ周辺の環境により、バーアンテナの指向性が乱れることから、バーアンテナは平行アンテナであるとしている。受信する電波の波長とは直接関係なく、 形状を小型にできるため、超波から中波の受信用、例えば、AM ラジオや電波時計に広く用いられる。かつては、140MHz 帯のポケットベルに用いられていたこともある。バーアンテナには指向性があるため、AM ラジオを受信する場合において、高い信号出力を得るため、または、渾身や雑音の影響を避けるためには、ラジオ本体の向きを変えることが必要である。 バーアンテナをラジオ本体上部に回転機構を介して取り付け、ラジオ本体を動かす必要のないラジオも存在する。また、その性質を利用して基地の複数の放送局の位置から簡易的に地位置を測定することも可能であり、それを応用した装置も存在した。指向性を持つことを利用して2本を L 字型に配置して自動方向探知機に使用される。構造上、 高いインダクタンスを持つことや、コアの周波数特性の問題から、おおむね 200MHz 以上の周波数では、アンテナとして、良好に動作させることが困難であるため使用されない。また、アンテナ効率が低く、コアの発熱が生ずるため、大電力の送信用には使用できない。フェロマグネティック、コアデザインアプリケーションハンドブック、セクション2.21ループパターンシンメトリー、 W1 回 BM 回ラグ D も MFJ ありがとうございます。